こんにちは、郎です、えー、っと今回はね、えー、自立支援金についてなんですけど、あのーまあ、正式名称が、えー、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金っていうやつなんですけど、まあのー、私の動画を見てくださってる方はね大概,大概も。 多分終わられてるんですねこの自立支援金っていうのは3ヶ月と延長3ヶ月っていうんですかね計6ヶ月なんですけどあのー、まあ大概はもう終わられてるんじゃないですかね、えー、私でこの8月末で終わりやったんですよはいもう6ヶ月受け切りましてねほんで、えー、っともしかして今 今まだ起きてるねんっていう方とかね、まあ、これもあの申請期限がまた12月末まで伸びたんかな、まあ、すいませんそれは売る覚えなんですけど多分伸びてるはずなんですねでこれから申請すんねんとかまだ申請し始めたとかやねんいう方がいろいろおられると思うんですけどまあその方向けにねちょこっとお話ししておきたいなと思ったのはあ大阪市の場合ですね 大阪市私大阪市なので大阪市の場合なんですけどそのこの事実支援金をまあ決定するとほんで月1回いただくとっていうところでそれがあのいた,だいたその月にあの状況報告処置のお金かきませんねこういうなんか決定通知書と一緒になんかどさっと封筒で入ってきます大阪の場合はね。 そこに給食活動等状況報告書っていうのと、えー、常用就職活動状況報告書っていうのと、あと職業相談確認表、この3枚をその送り返せっていうことなんですね。で、あのー、これ、送り返さんと、あのね、なんか来るんですよ、お手紙が。えっとね 私はね、ちゃんと送ってるにもかかわらず来てるんですよ。あの、間違いでね。あのー、思いっきり間違えてますね。ちゃんと送ってるのに来てね。どういうのが来るかというとね、同じことか、これ。同じことか。あ、同じことやね。あ、あ同じことやね。いやこれ、まあ、まとめて言いますわ。あのー、 私はねきっちり送ってまし送っとったんですけどその一度だけね間違ってきたことあるんですよ。あの来てないで言うてこの報告書が言うてね「いやちゃんと送ってるでて」言うて調べてもうたら「はい送ってました」みたいなことやったんですけど今回ねこの私は8月末であのー、6回分頂い,いて終わりやったんですけどもうこの辺で、ね、結構だらけてきますやん。だからもう もうええんかなってもう送らんでええんかなとかねもう最後もお金もらってるしねあのもう別にええやろとかやっぱ思いますやんほんでその YouTube でもねその最後の月はもう送らんでええでって言うてる方もおられたりしてねまあええかなと思ってまあズボラかもしとったんですねほんでやっぱあの字は来ましたわ大阪市はねここをきっちりしとるといかねもう最後の月はね言うてこないところもあるみたいですわ けど大阪市はねこういう感じでね、えー、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間中における給食活動等の報告について、えー、特則3回目報告文3回目ですね最後のあれなんでね。 えー、表題について新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間中は給食活動等を行い本市本市ね市大阪市,市本市への報告書等の提出が必要となりますが現在のところ提出いただいておりません提出がない場合支給支援金を支給中止とする場合があるため 継続して支援金の受給を希望される場合は次の報告,書報告書等の提出を支給を行ってくださいと。っていうか私も最後のをもらってますんでねもう支給中止も入っもないんですよもう終わっとるんでね。けどまあこういう形でねあの儀式的に来ましたんでね、まあ、今回ちゃんと書きましたんで送らせてもらおうと思うんですけどまあこういう感じでねあの ますはい。ちゃんと報告書出せようという感じでね。で、こっから先分かりません。これを出すのも拒んだら分かりません。それはどうなるかちょっと分かりませんけど、まあ、私はね、ちゃんとここで出しておきます。はい。こんな感じでね、あのー、まあ、大阪の場合ですけど、こうやって。 ね書類ごとあのサボったらちゃんと言うてくるもうこればっかりやってる仕事してる人がねいとるんですよいとるんですよ若いやけどねなんか電話で喋ったらなんか楽しいやってはりましたはい <laughs> な感じでねまあこれで私も長い間ねあのー、お世話になりましたほんまにコロナ関連でねなんやかんやとねまあ ななかなかね思うように行きませんでしたけどまあ最後この自立支援金まで満額いただきましてでまあここにも書いてますけどねあのそれでもあかん人はもう生活を生きなはれいうこと書いてますわはい、まあ、私はねあれですけどと <laughs> いうことであのねまあまあまあんな感じでねあのいつもすみませんはいということで。 何が言いたかったかというとね結論はねあの,この書類書類ごとサボってたらちゃんと言うてくるということですわ、はい、これ特促って書いてるんでねはいまあ、そこだけあのまあ、ご注意それをほっといてからこっから先分かりませんちゃんと私提出してますんでねはいということでいつもすみません以上ですありがとうございます失礼します チャンネル登録お願いします